阪神近本浩二生涯阪神宣言。阪神近本浩二外野手29が9日西宮市内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、1億5000万円増の年俸3億2000万円でサインした。金額は推定。公開後の会見では生涯虎宣言とも取れる嬉しい言葉も飛び出した。5年間しっかりやったということについても評価されたのでは。定年でずっと頑張ってくれたっていうのと、チームを引っ張ってくれたっていうのと、僕の中では離脱したりしてましたけど、そういったところを引っ張ってくれたっていうのはすごい。球団から言われた、これからも引っ張ってくれっていう風には言われたんで、マーセンス会長もおりますけど、これからセンタイガースかどうかは、というのは、嘘っすけど、笑い、タイガースでずっと引っ張っていってくれって言われたので、はい、って言いました。村上くんと共に生涯阪神にいてほしい。了解、タイガースに忠誠し。近本ってやっぱり神なんだな。キン、よく言えた。頼もしい読売 NG の村上もずっといてくれ。一生阪神タイガースにいてくれ。近本、その言葉信じとるぞ。大山モテるもみんな残してくれ。阪神ファンとしてあまりにも嬉しいお言葉すぎる。心強い言葉、これからも頼むよ。近は俺たち阪神ファンの誇りや。阪神タイガースの近本で追ってくれるってことよな。嬉しい。世界の大谷翔平よりも誇らしいわ。近はずっと阪神で追ってくれ。そして走塁とか外野のコーチしてくれ。頼む。2年前、近本、淡路島により近い場所にいたい。今年、球団、これからも引っ張ってくれ。近本、はい、これは生涯阪神宣言でしょ。生涯阪神でタイガースの勝利に貢献してください。もともと一番好きな球団かつ気に入ってる環境で家も近いとなると出ていく要素がないわな。おそらく金銭面でも阪神より稼げるところなんてメジャーくらいだし。その一言でファンは涙します。チカちゃん阪神に来てくれてありがとう。しかも生涯縦島だなんて頼りになる切り込み隊長。もう引退まで保証しようぜ。鳥谷みたいなことはもうごめんだ。一生阪神にいてください。お願いします。これは生涯虎宣言かな。近本が残留するなら大山もするやろ。今の主力が残ってくれれば黄金時代も夢じゃない。泣いた偉人すぎるし早く銅像立てろ。鳥谷たく普通に球団側からはしご外されることもあるからな。岡田監督といろんなイベントやテレビで並んで座ってるとこ見てたら未来の阪神監督に見えたもん。ずっと阪神にいてほしい。フロントが何もしなければ生涯阪神ってことよな。ほんまに近本さん好き。フロントは絶対に出て行かせるなよ。大偉人近本浩二、これからもよろしくお願いします。100% 生涯阪神ではないだろうけど、よほどのことがない限りはって意味なんだろうね。近本は残るやろな。問題は大山なんよ。近本がいたら多分誰も出ていかんやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。